生誕大会ということでですね、試合が3つ組まれています。その前にちょっと先にね、ご連絡をさせていただきたいんですけれども、本日、膝の怪我ですよねにより関根選手が本日欠場となり、真の鋼選手が、試合の方を出ることに出場なされます。よろしくお願いいたします。ということで、マッチナンバーワン、第1試合、帯広さやか大岡健組 VS 佐紀伊橋豪太、マット上にいる選手が全員エビスコさんの従業員ということでですね、なんと今エビスコさんがすっからかんの状態でここで試合をなさるということで、もうこんな機会はもう二度とないかもしれないという試合でございます。ぜひね、この後エビスコに行くぜという方もね、見ていただけましたら嬉しいなと思います。そしてマッチナンバー2、 2試合目、アントニオ本田クリスブルックス組 VS安浦のマサルです。癒されるず、クリス・ブルックス、アントニオ本田組とマサムネさんと安浦のさんは何かこう接点があるようなのですが、自分は知ってる知ってる、探し当てることができず、しかし接点はあるということなので、ずっと仲良しなんだろうなと何を言っても高橋さんのもう何ですか、大の仲間、アタックパートナーのクリスさんの試合ということで、今日も多分きっとね、気合が入っているんじゃないかなと思っております。クリスさんこんな感じだと思います、今控え室で。そしてメインイベント、高梨正宏 VS 真の鋼、カードは変化になってしまったのですが、真のさんがね、無事にねご帰国なされたということですよ。もう真のさんの応援もしつつ、高梨さんのねバースデーもね、いっぱい祝っていきたいという気持ちが多分皆さんもたくさんあると思います。今日はね、関根さんの分もで我々頑張って楽しんでまいりましょう、ということで、オープニングコールは今日はね、ぜひこの方とやりたいと思っているので、よろしくお願いします。高梨さん、素晴らしい、見たら分かるようにこの花いただいてね、すごい皆さんにお祝いしていただいて、私はもう気分本当にもうすごい上がってるんだけど、はい、鶴間ちょっといろいろあったね、はい、もう練習時間ないもう今から大会始まるんだいろいろあったけども、なんかそれがチョコプロっぽいし、はい、自分のプロレス人生を象徴してるかなと思ってるので、もうこの勢いのままに、はい、皆さん楽しんでいてください。確かにカード変更とかあったかもしれないし、ちょっとここで申し訳ありませんとか言いたい気持ちはあるんですけども、あくまで元気に、はい、知恵さんのように元気にいきたいと思います、はい、元気にといえば、はい、今日ってオープニングの時に、うん、乱入予告っていう、あ、ありがとうございます、乱入予告、わー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 、いや、何、これは黄金のカッパだ、黄金のカッパ右やな、ユーママニアにはもうエンジン一品がこれありがとうございます。あった、いい、私もこれか、あ、取り上げられた、もしかして、これもしかして、前は魔王が出たりとか、これはどれ、誰が出てくる、本当誰が出てくる、意外と、おお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 おでも確かによく考えたら、ユーマって未確認生物だから確認できちゃいけないからね、あんまりちょっと我々ちょっとユーマっていうものの存在をちょっと誤認する部分があるからね、面白いユーマ
まあ、なかったね、たぶんということで、はい、こうちょっとわけわかんない感じになりましたけど、はい、原曲いこうか、じゃあ、はい、さんコールの方お願いします。はい、スタートだけ私と皆さん一緒にやりたいと思いますので、はい、それでは参りましょう。チョコプロライブ288高橋正弘生誕スペシャルスタート。全部俺が。
全部やるから。はい、わかりましたよ。わかりましたよ。はい、よし。はい。やーっと。わー始まりました。本日の第一試合でございます。おー。市ヶ谷ではあんなに大きい大岡さんの背中が今は見る影もございません。どうしてしまったのでしょうか。おわあああ、帯広さんの3倍もありそうなほどの巨体。いつにも増して気性の荒いです。帯広さん、どうしてしまったのでしょうか。これは料理人としての帯広さんなのでしょうか。あーっと、うそー、壁が壊れちゃう。よかった。せず踏んづけてまいりました。市ヶ谷にいらっしゃるとその大きさがすごく、あー体重が重ければチョップも重たい。フォールをせずに踏んでいく。あー、帯広さん捕まっております。あー、やはりサキさんと帯広さんの関係性も、わー、店長からの指導はなかったようです。やめてくれ、おびいろ、やり返してくれ、やり返してくれ、おびいろ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 、蹴散らして、え、拳を握って、うわー、ツーで返す。わー、踏んづけて帰り続けております。これは見てるよりも大きなダメージでございます。わー、首がエスケープにはまだ、あー、足をどけられてしまいました。ボールを返すのにもこの体重差すごく体力を使うと思います。イエー、うわー、軽々、お、ピチ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 、取れたて先生、うわー、お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 ー、のー、あ、おお、おお、おお、蹴飛ばして、お、窓枠に登って、危ない危ない危ない、うわー、足りない体重差を上からでカバー、おお、返していきます。いはし、
おめえら、地図を見せるぞ、地図を。今日のテーマは、この二人は絆のようです。同じ色のタンクトップ、絆のジョップ。お、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 
Yeah, come on! シガヤのマットは薄いです。これでアクア滅びたということですね。帯広さんも話しません。よっしゃ、返せ。ミスコ坂場さんを守り抜きました。こうしてあの、恵比寿様の部屋を守られました。工藤隊長、やっぱり最後は工藤隊長ですね。じゃあもっと頑張れ。これからね、みんなの仕事行きますんで。こんな店長を裏切った状態でシフトに入られるようです。本日4時から開店のようです。おお、安室です。今日は忘れ物もありません。おお、やって戦います。おー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 、おお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 。Stop.
ルズ、バードレイノルズ。あ、行かれてるよ。バートレイノルズ。じゃあ第1試合を行います。第1試合タッグマッチ20分一般勝負、青コーナーバトルースソクラテス安浦。やったルールはあります。決まっていては世界平和を訪れませんね。
緊張感。おお。おお。おお。アントニオさん。左の乳首が。タイムは適用。おタイムアタック返し。わタイムアタックを返した。そんなことがあっていいのか。切れ味がすごすぎて心の底からタイム。今の切れ味がすごすぎてスパーン来たから首が。ここからタイム。心の底からタイムアタック。おお。切れ目らでタイムアタック返し。おお。うわー。円のような軌道を描き、まるでフリスビーのようでございます。さっきは握手をすかして悪かった。お。おやはりトラスティム、トラストミーミスター、エンジョー、信じてくれって言ってる、信じてくれ、エンジョー、信じてくれって言ってます。信じて握手をすることから始まりますね。おお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 が伊達政宗は取れなかったけれども、あの、ね、天下一品の店長になれる。これは天下を取ってもどうでございます。こってりの線とあっさりの線入った。あここちょうどかそのクロスしてるとここってりとあっさりがクロスとこれがこっさりだ。こっさり店によると屋台の味って呼ばれると。はぁ天下一品にもいろいろあるんですね。20秒後の運勢が最悪だな。20秒後あなたはハンサムな敵にこの辺を出兵される。あーあー読まれていた。あーおーおーあーおー癒すられるず。癒されを拒否でございます。この疲れた現代社会に癒されを拒否。あーこれ何、あーやめてください。それはポートレート系しか何かです。足を掴んだとしても荷物こらーこらー。そっと返しました。ちゃんと返してください。世界の平和は訪れません。ほんとクイズ帰ってきてくれ。俺のそばにいてくれ。笑いきる。I can't say my mind will be there for you anytime. Yeah, come on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 .偉大でございます。あー
もう曲も奪ってアントニオさんの足を、あー嫌がるアントニオさんの足を決めた。止めて正宗さんはの、わーえやべ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 、この天井の高さです、持ち上げただけでも危ないと言えましょう。わーおーおー返した、あーボールを返したと思ったら絡みつく正宗さん、これにはこんなに大きなクリスさんも苦悶の表情、エスケープまではまだ遠いか、おっ足が伸びた、2メートル近くありますからね、おっと起きるのを待って、おお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 お
おー、あー、市ヶ谷に響き当たる。ひどすぎる、こんな、ひどすぎる、ひどすぎる。おー、おー、おー、こいつー、 うわー、ひどい、わー、こいつー、 ナイスタッチ、 オッケー、 コーナー、 オッケー、 どうしよう、 どうしよう、 What? I get the table! テーブル?待ってください、この市ヶ谷にテーブルなんて1個しかないですよ。物販ができなくなってしまいます、このままでは。なんだこれは、これは作ってきたのでしょうか。市ヶ谷のテーブルはもうこれ以上壊れるとどうにもなりません。白いテーブルを持ち出して癒されるぜ、エクスプロージョン。おー、ポーズを決めて技名を言ってから、え、すごい、癒されるぜ、エクスプロージョン。あいい、帯広さん。Thank you, Chris.
なんで Tell me why is my life without you, Chris, by my side. Oh, tell me why is my life without your love. Tell me who am I without you. By my side.次回 G 癒されるぜ。しばしお待ちください。またお会いしましょう。いつまでも G 癒されるぞの帰りを我々は待っています。それでは四つ葉みやがばあさんとすけさん紹介させていただこうと思います。ラークローラン、ジェレミー、ビフィティ、ブレッド、トロンボンジェーム、ブライトボーイ、ジョージー、サンダーフォースセブンさん、うーサナー、サイムラーピオスノエンさん、ドーグワンワン、エミリー、マーク・ギャリーズ、クリス・ギャノン、ファン、ザイオン・マーケル、プレッツ・ナイン、サドジャブ・ロニー、芝山さん、DGMV 茨城応援団さん、ヨーコマンさん、マコトさん、V チューさん、肉焼き・ジュンちゃんさん、北村・ソーメンさん、デビッド・ブラザーズ、ブルース・ビー。そしたら自分がこっち側に来ますね。読んでください、はい、アイザーク。そして新しいチョコバー、ちょっとデザインが間に合わず、次回から新しいデザインがいます。クラウディア Thank you! Welcome to チョコバー。はい、それでは選手バーの方、小石川千恵、恵美さくら、駿河芽衣、マリアン亜希、さやか、ブラックコモネチ。はい、それでは VK さん、いきたいと思います。はい、しのさん、ありがとうございます。肉焼きじゅんちゃんさん、ありがとうございます。中川さん、高梨正弘選手、ハッピーバースデー。そして関根隆一選手、復帰&ご結婚おめでとうございます。ザック&ジュリー、正弘さん、お誕生日おめでとうございます。乾杯。赤木明さん、こちら匿名の方です。ありがとうございます。 VJ さん、赤澤さん、ゆうすけさん、足塚森尾さん、お誕生日おめでとうございます。こちらも匿名の方です。ありがとうございます。こちら鈴木慎さん、高梨さん、お誕生日おめでとうございます。本日その場に行けず残念ですが、きっといい大会であることは決まっていますね。また市ヶ谷で。ありがとうございます。ともひとさん、ありがとうございます。まるさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ほむらさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ゆうこさん、高梨さん、お誕生日おめでとうございます。40歳、楽しい人生を送ってください。素敵な1年でありますように。ありがとうございます。エビスコ酒場愛好会、茨城支部さん、ありがとうございます。ノアさん、マサさん、お誕生日おめでとう。必ず純米酒で祝いましょう。ありがとうございます。阿部さん、高梨さん、ハッピーバースデー。関根さん、ハッピーウェディング。ありがとうございます。ニッシーさん、ありがとうございます。後藤さん、乾杯、チョンゲーを。ありがとうございます。さつきりょうささん、ありがとうございます。みどりさん、高梨さん、お誕生日おめでとうございます。カードにびっくりしました。見たくてしょうがありません。これからもいっぱい試合が見たいです。応援しています。ありがとうございます。シャイさん、ハッピーバースデーマサ、 I hope you have a beautiful day。 ありがとうございます。
もっちり猫さん、お誕生日おめでとうございます。高梨さんにとって素敵な1年になりますように。これからも応援しています。怪我のないように頑張ってくださいね。ありがとうございます。道具ありがとうございます。谷谷さんありがとうございます。美咲さんありがとうございます。高橋さんありがとうございます。あ、ハッピーバースデーマサー from your Pearl Brooks Pearl BPT Thank you。 そしてこちら、旧正月元旦に春宮古女子が花束持ってくるってよ、応援してるなり。ありがとうございます。動くアルプスの少女かっこ笑いさん、ユーマ軍団万歳。ありがとうございます。浅野さん、春宮古女子万歳、ユーマ軍団軍団万歳。高橋選手、関根選手、おめでとうございます。と、はい、チリさん、浦野さんが今日はバンダナ忘れませんように。忘れなかったですね、よかったです、ありがとうございます。金子さん、ありがとうございます。 DC さん、ハッピーバースデーマーサー、 Thank you for all that you do for チョコプロ&ガトムーブ、 Thank you。ハハ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 。言いたいことを言うべきことはカッキーに言わせてもらいます。おお、本日のメインイベント30分一般勝負を行います。青コーナー SPW チャンピオン並びにアジアドリームタッグチャンピオン CDK 高梨正宏。青コーナー本日凱旋コールドアサシン新郎ハガーヌ。さあ始まりました、本日のメインイベント、高梨正宏お誕生日記念。相手は新郎鋼であります。昨日アメリカの方から日本に戻ってまいりました。さあお互いに間合いを詰めるが触れ合わない。さあここはお互い手を
おーっと、ローキック一戦、高梨がうまくかわしていく。さあここで、さあロックアップ。さあ力強いロックアップ。さあもう一回いった。灼熱のプロレスリングがここ市ヶ谷に放たれた。さあ燃えているぞ、燃えているぞ、高梨正弘ハンマーロック。しかし真の鋼がスナップメイヤースリーパーホールドに取りました。ここは高梨が返していく、高梨が返していく鋼の、しかしさあシザーズ、ヘッドシザーズの体勢から真の鋼がかわしていく。そしてここでさあスクールボーイからフロントネックロック、高梨正弘上になって真の鋼を、真の鋼の腕を、さあフォールを取るか。さあフォールであります。さあ今度は足首を取っていく、足首を取っていく。さあ腕を踏んで再び起こすと、さあアームロック、これはエスケープです、エスケープです。さあさあ離す高梨正弘、さあ両者手四つの体勢か、手を組んでいく、お互いに。さあお互いに押していく。さあ高梨正弘が押されている、押されている。さあここででんぐり返りんちょ、手を決め返していく。グッドレスリングサンキュー。さあここで、ここでコブラクラッチのような体勢から再びフォールの体勢。さあ高梨正弘上になって何を狙っていくんだ。さあ足を、足を組んで、これは珍しいボー&アローを狙っているのか。高梨正弘ボー&アロー弓矢固めを狙っているのか。上がるのか、上がるんですか、上がっちゃうんですか。しかし真の鋼が顎のクラッチを、あおっと、なんと腕を固めて、腕を固めて、これは苦しい、なんという効果的な技でしょうか。しかしここは真の鋼がフォール、カウントは2であります、カウントは2であります。さあ両者再び分かれた。さあ真の鋼の息が上がっている、いわゆる一つのジェットラグか。さあアメリカと日本の時差に苦しんでいるところでしょう。さあここで高梨正弘が、おーっと真の鋼のキック、キック、ローキック、再びミドルキック。さあこれがあります、真の、おーっと、なんと高梨がキックを繰り出した。これは、これはホットだ、これはホットだ。さあお互いに喧嘩殺法、喧嘩殺法、喧嘩殺法であります。戦っている、戦え高梨、行け、向かって行け。高梨正弘闘魂爆発か。しかしここで膝を入れられる、しかし足をキャッチした。さあ思いっきり倒していく高梨正弘、気合の、気合のプロレス。さあ足を取って地面に叩きつけていく。ここでフロントネックロック。さあ再びペースを握るか、高梨正弘であります。
さあフロントレッグロックを真の鋼が返している。腕を取っている、腕を取っている。しかし離さない高梨正弘。プロレス知恵の輪地獄、高梨正弘であります。なかなかほぐれないプロレス知恵の輪地獄。さあ決まっているフロントネックロック。そしてここでまた十字架固め、十字架固め、キックアウト。ここで再びジャベってます、ジャベってます。高梨正弘ジャベっている。真の鋼苦しい、真の鋼苦しい。しかしここで膝固め、ここから上になる、真の鋼が上になる。そしてストンピング、腕を決めてのストンピング。これは厳しい、これは厳しい。腕を固めてストンピング。しかし高梨が食らいついていく。再びストンピング、高梨の背中に鋭いストンピングが入る。そしてそして高梨が腕を取った、高梨が腕を取っていく。ここでさあリストロックの体勢、リストロックの体勢。さあ完璧に決まっている、リストロック決まっている、リストロック決まっているぞ、リストロックが。さあ絞る絞る。さあ真の鋼、真の鋼返せるか。おっとキック、キック。これはこれは無慈悲なまでのキック、ローキックであります。さあまた高梨蹴られていく。ここは足を掴んだ。おっとこれは再び右手を決める、左手を、左手を掴んだ、左手を掴んだ。ここでくるりと返して再びリストロックの体勢。あーミドルキック。お客さんが、お客さんがあまりのミドルキックの勢いに、お客さんに。さあ高梨ピンチ。さあこれはつらい。しかし高梨が、高梨立てるか、立てるのか、立て高梨。さあさあ打撃を返していく、打撃を返していく。さあさあ蹴り倒していく真の鋼。容赦しない、これが俺の誕生プレゼントだ。蹴り倒していく、高梨を蹴り倒していく。そして真の鋼がエルボー。さあエルボー、そして何を狙ってるんだ。距離を取る、距離を取って、どー顔面キック。さあカバー、カウントは、カウントは2、カウントは2であります。高梨の顔面にキックが決まった。そして真の鋼が高梨を、高梨の髪の毛を掴んでいる。さあ耳を掴んでいる。さあ真の鋼のダーティーファイト、耳を掴んでいく。しかし高梨が怒った、怒りの高梨、アングリーマサー。行け行け行け、叩けやれ、行け。そして高梨のハンマー、背中にハンマー。そしてストンピング。さあ首元を踏みつける、さあ首元を踏みつける。これは苦しい、これは苦しい。真の鋼、しかしながら立ち上がる真の鋼に膝を一発、膝を一発入れて、さあ距離を取って。さあこれは、これは藤原アンバー、藤原アンバーを避けられた。ああこれは危ない、
なんと高梨の頸動脈にキックが入ってしまった。高梨の頸動脈を貫いた真の鋼のキック一戦、これは厳しい。高梨が窓枠にぶら下がっている。高梨が窓枠にぶら下がっている。さあさあ、危ないぞ危ないぞ。おーっと、これは避けた、これは避けた。高梨が窓枠に登る、高梨が窓枠に登る、高梨が窓枠に登る。さあ何を狙うんだ。さあブロックしている、真の鋼の攻撃をブロックしている。さあ腕を決めた、腕を決めた。窓枠に登る、窓枠に登って出るか出るか、ニードロップ。ニードロップ炸裂、高梨正弘の腕へのニードロップ。これは試合が動きそうな一撃、形勢逆転、高梨正弘。さあ腕を取る、これはつらい、真の上がれつらい。さあ正弘、高梨腕に攻撃を加える。あーっとストンピング、ダブルのストンピング、真の鋼の腕が泣いている。ジョージ・ハリスンのギターが泣いている。真の鋼の腕が泣いている。そして両腕を取った、両腕を取った。さあひねった、ひねった、厳しい厳しい。さあさあ、メキシカンジャベ、メキシカンジャベ、高梨正弘。さあさあさあ、両腕を固めている、両腕を固めている。これは厳しい、これは厳しい。カウントはツー、カウントはツー。さあ高梨の腕攻め、高梨の腕攻め、なんと効果的なことか、高梨の腕攻めが決まっている。さあさあ、真の鋼を今度はどう料理するというのか、腕を取るか、やはり腕を取っていく。高梨が真の鋼の腕を取る。そしてアームロックの体勢、アームロックの体勢。さあここでハンマーロックではなく、おっとリバースのハンマーロックから、あー、これは前に落としていく、前に落としていく。腕を決めたまま、さあ出るか、ドロースキック、避けられたが、ここはなんと腕を決めていく。これは厳しい、しかし、しかし真の鋼が高梨正弘の足を、足を固める。さあアンクルロック、アンクルロック、アンクルロックが決まっている。アンクルロックが決まった。逃げれるか高梨、逃げれるのか。しかしこれはくるりとかわした。そしてそして両足を取る、両足を取る。きたきた、有機農法、レッツコンバイン。さあしかしこれは、しかしこれはかわしていく。さあ試合時間は15分を経過しております。さあさあ、高梨の腕攻めが決まっている。さあ後ろにバンプする、逆関節が決まっていく。真の鋼の腕が悲鳴を上げている。さあ高梨正弘、絶対的有利。さあこの男の
引き出しが底知れない高梨正宏がアメリカ帰りの AWE スターを蹂躙しているが、ここはキック、さあソバットハイキック、しかし水面蹴り決まった、水面蹴りが決まった。あー、胸に胸に、そしてムーンサルトプレス、ムーンサルトプレス、真の鋼が、真の鋼が窓枠に登る。しかし高梨が真の鋼を窓枠から突き落とす。外は冬空、寒い市ヶ谷、二人のプロレスが今や部屋を飛び越えてアウトサイドオブザ部屋です。さあパンチ、さあパンチ、さあパンチ、エルボー、エルボー、寒空の中、お互いの打撃を確かめる。凄まじい打撃が入っている。さあ殴り合いだ。わーっと、すごいチョップ、すごいチョップ。さあエルボー、エルボー、凄まじい喧嘩ファイト、喧嘩ファイト、喧嘩ファイト。さあ打撃の応酬、打撃の応酬、凄まじい、凄まじいテンション。さあさあ、おっと高梨が止めて、なんと建物のドアで真の鋼の脳天を貫くダーティーファイト。高梨ダーティーファイトであります、喧嘩ファイト。さあ外に出て2人のタガが外れてしまった。喧嘩ファイトは炸裂している。市ヶ谷の寒空の下、さあ高梨がここで、おっとリングイン、リングイン、そう見ます、すいません。さあ再び市ヶ谷チョコレート広場に戻ってきた高梨。さあここで高梨が何をやるんだ、何をやるんだ、顔を突き合わせる、顔を突き合わせる。さあお互いにらみ合う。さあエルボー、さあエルボー、さあエルボー、高梨のパンチ、さあ美しいパンチ、さあパンチ、真の上がりのパンチ。さあ高梨が殴り返す。2人が喧嘩ファイト。さあ殴り返す、殴っていく。わーあった、打撃の応酬、打撃の応酬、打撃の応酬が止まらない。ハイキック避けてトラースキック、ありがとう、ありがとう、ありがとう、プロレスありがとう。縦高梨、縦鋼、アメリカ帰り数時間でこのオファーを受けた真の鋼が高梨正宏をホームローとしている。ランヒエ、ランヒエは決まらない。さあここで、さあここで高梨正宏がコールバター、藤原アームバー、藤原アームバー、決まっている、完璧だ。あー腕を取れ、決まる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 、決まります。高梨ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー。試合時間20分経過、しかし真の鋼がエスケープ。まだこの試合は終わらない、まだこの試合は終わらない。高梨が必要に腕を攻めていく。さあ真の鋼の腕を握っている高梨にも大きな大きなダメージ。さあ真の鋼立てるか、真の鋼立てるか。さあ腕を決める、
腕を決める。さあ腕にハンマーを下ろしていく。さあ無慈悲な攻撃、腕を、しかしここはエルボーで、エルボーで返していく真の鋼。再びお腹にエルボー、しかし高梨は離さない、高梨は離さない、お前を一生離さない。さあ腕を決めろ、腕を決めろ、しかしエルボー、エルボー、エルボー、さあお腹を殴っている高梨。そうだ絞れ高梨、負けるな高梨。手を離してしまった、危ない危ない、クローズライン避けた。さあここで、ここで決まっている。さあ決まっている、さあ決まっている、闘魂大爆発、高梨正宏、高田陸、高田陸が阻まれた、高田陸が阻まれた。なんということだ、なんということでありましょうか。高田陸が、高田陸がクローズライン、カウントアツ、カウントアツ、カウントアツ、高梨頑張れ、高梨立ち上がれ、負けるな高梨、高梨ランヒー決まらない、抑え込んだ、カウントアツ、カウントはハイキック、ハイキック、残酷なハイキック一戦、高梨が両者ダメージが大きい、高梨が真の鋼の上に倒れ込む、なんという戦いだ。限界まで2人は、限界まで行こうというのか、限界の歌が聞こえる。さあさあ高梨が食らいつく、高梨が食らいつく、真の鋼は蹴り倒していく、まずは食らいつけ、食らいつけ、食らいつけ、二人とも大ダメージ、二人とも大ダメージであります。さあここで高梨が、高梨やり返せ、やり返せ、やり返せ。さあ窓枠に登っている、窓枠に登っている。さあ高梨がここは止めていく。さあさあお互いに打撃を、打撃をかわす、窓枠での打撃は戦、高梨行け、殴れ、そうだそうだそうだ、行け高梨、高梨行け、さあ殴れ、さあ殴れ、さあ鼻をチョップ、チョップ、さあトランスキックかわされた。さあここで、さあ真の流れが蹴っていく、高梨を蹴っていく、窓枠に登った、窓枠に登った、トラップキック、カウントアップ、カウントアップ、2人の戦いは終わらない、終わらない、歌をランヒということでしょう。24分30秒、ランヒェが、ランヒェが高梨正宏の体に炸裂してしまった。さあ一進一退の攻防、最後はなんと窓枠のキックから真の鋼が完璧なまでにランヒェを決めた。さあお互いに死力を尽くして戦い合った、ありがとう汚れた顔した天使たち。
そんな顔すんなよ、うん、なんかどっちかが辞めるみたいな顔してる。辞めないで。まだね、イーブンだからね。確か、イーブンだからね。俺はでもマスターにもっと大きいのね、後楽園ホールでね、新聞出して負けてっからね。こっからだから、うん、俺らはね、こっからスタートだから、うん、10年目の、まだ0年です。これからですよ。そしてチョコプロをご覧の皆さん、本日は本当に申し訳ございませんでした。決勝してすいません。本当に自分はすごい楽しみにしてて、この試合かけるぐらい復帰して一番最初のシングルマッチできて、すごい楽しみだったんですけど、ちょっと自分膝がちょっと悪くなっちゃって、すいません、ちょっとご計上で本当皆さんにはご迷惑かけました。皆さんもご迷惑かけました。すいませんでした。すいません。謝って終わりから、これでじゃあ俺たちのシングルが流れて、これでもうずっとないってことかよ。違うだろ、すげえ。高根さんにしたって俺らにしたって今が始まりだなんて言ってられるキャリアと年齢じゃねえんだよ。あっという間に終わりの日は来ちまうんだよ。だったらよ、一回一回の偉そうに負けたやつが言うのもなんだけどよ、チャンス逃すわけいかねえじゃねえかよ。俺とお前が、ああ、次戦う、いつか戦う奴らのだったらこう言うぜ、今やれ。ということで、チョコプロメンツじゃんけんトーナメントだ。どうなってんすか。わかりました。今やりますよ。これだったら今やりますよ。これだったら今やりますよ。やめてください。あんま喋んないけど響くんだよ。響くんだよ。続きまして、マサメレッパーズのクリス・ブルックス。
ハンマさんが、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 はい。おお。最初はグー、じゃんけんぽい。あっ。続きまして、キリハヤと一個バックス四つバッテよ。お綺麗ですか？お綺麗です。さっき化粧してないけど大丈夫かなって言ったらすごい半話題で綺麗だから大丈夫ですよ。この野郎は！優しいな。
ハリに渡そうかなと思ったけど無難な人はいねえから兄貴食べて無難だヘイホーバラバラバッバババラ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 まあ、おいちゃんも含めみんながこうやって周りにいてくれてでいない人たちともこの同じ世界のねどこかでつながっていて自分は所属は DDP だしそこも家だと思ってるけども本当にここっていう場所も自分のその40年間の人生においてプロ人生において人生においてもすごい大切な場所だと思って大切じゃない場所なんかないんだけど特別な場所だと思って戦ってきてるしここにいる人たちも本当に自分にとってなんだろう、なんか、腐れ縁というかなんというか分かんないけどでも自分のなんかこの40人生に欠かせない人たちでそしてこのマットにこれからもそういう人たちとどんどん出会って別れて競争していきたいなと思ってます。関根さんとは今日戦うことはできなかったけどまた近いうちにね来てねよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも何でも連絡ちょうだいね再戦できるとすぐ連絡します再戦、はいね、そういうのをね心よく受け入れてくれてるバサの勇さんにも感謝しつつ皆さんに本当に伝える言葉はいつも同じことになっちゃうけどありがとうございますって本当にそれだけです。そしてブーケくれたシンさんもね本当はこの前いてほしかったけども
あとやっぱりね、関根さんだけじゃなくてどうしてもやっぱり戦いたいなっていう人がいて、その人は、今回の40歳の記念試合には、間に合わなかったかもしれないけど、今年自分はデビュー20周年で、そこでも、うん、戦いたいなって。どんなはぐらかされても、いやちょっと待ってるでも諦めてないから、宣言したりするとプレッシャーになっちゃう仕事ないから言わなくていいけど、そのね、俺とかクリスとかみんなの気持ちっていうのは、まあ、自分十分すぎるを伝わってると思うけど、多分あんたの思ってるよりももっと大きいと思ってるよ、うん、だから、うん、やろうとは言わないけど、やれたらいいね、その時を楽しみにしてます。それじゃあ最後ご挨拶させていただきたいと思います。シーッ、イエーイ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 、ちょっとプロ。呼ばれちゃう、呼ばれちゃう、呼ばれちゃう、ちゃいちゃいちゃい、ちゃわかしちゃう。皆様ご来場いただきありがとうございました。チャットの皆さんも本日もいっぱいありがとうございました。本日もね、高梨さんのたくさんのお祝いができたのも皆様のおかげでございます。 Thank you today many many supporting day today so how 楽しんでいただけましたでしょうか。これからのチョコプロも楽しんでいただければいいなと思っています。シーズン17もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様バイバーイ。